チャオフィチルさん、本日はですね、今回はですね、園田競馬場に行ってまいりました。で、今回は、兵庫チャンピオンシップというレースを見るために行ってきました。地方は初参戦。なんですけど、一応まあ、地方競馬自体は見たことあるんですけど、やっぱり園田競馬場といったら、岩田パパですよ。岩田パパを産んだ場所としても有名で、ね、今回行ってきました。で、今回は滝豊ジョッキーや横山則弘ジョッキー、などもいたということで、やっぱりちょっとね、やっぱりいつも以上には人多かったみたいです。なので早速ちょっと園田競馬場のね説明やっていきたいと思います。で、今回まあ園田競馬場自体はね、阪神と同じく兵庫県ということでね、一応デイサマー競馬、ナイター競馬というので、今回サマー競馬でした。だからちょっとスタートがいつもより遅くて、なんか中央の時間でやってると結構ね全然違うっていう風に思って、でなんか無料バスもあるみたいで、あの園田駅から専用バスがあるよ、あるそうで、でね、で当日なんですよ、席が。あのね、いつも中央だったら予約をしてっていうのが普通なんですけど、で当日でも手に入るということで、当日のみで予約って形です。でね、ギリギリ並んだら手に入りました。ね、やっぱり、ね、席あるとめちゃくちゃ楽っていうのはあるんで。で、一応ね、料金の方は、自分たちのところは500円ということで。で、入るときに100円玉を入れて入るっていう、あの、駅の改札みたいな感じで、なっております。でね、そこでね、リオンさんに、馬券を、まあ、見せてもらったんですけど、びっくりしたのが、まあ、ちょっと例なんですけど、ね、例えば阪神だったら、名前ないんだし、ないんですけど、そうなると、ジョッキーの名前が、入ってるっていうことで、そこがね、やっぱ記念になるなっていうという感じですね。で、中にそのターンショップという、まあ一応中央ではターフィーショップみたいなところがありまして、そのターンっていうキャラクターがいるそうで、でこちらでグッズを買ってまいりました。またでね、ちょっとまあ開封しながら話すんですけど、あのね、ご飯屋も結構レストランとかもあったりして、まあ自分たちはミュンヘン、まあ、いつもと中央でもあるようにミュンヘンで食べさせていただきました。ね、本当はあそこ有名なのはホルモンとか串カツが有名だそうです。ではまず1個目がですね、こちらぬいぐるみボールチェーンですね。こちらね、そのタンで、で女の子ですね、この姫タンとそのタンっていう2人がいるみたいで、そのタンは男の子で、姫タンは女の子っていう感じです。で、他にも結構いっぱいあって、まずここのショップ入ってびっくりしたのは、岩田パパの勝負服があって、ああと思って。で、ゼッケンもいっぱいあったっていう。で、こちらですね、もう一個は岩田康成ジョッキーの、勝負服の、なんていうの、キーホルダー、これは伊豆城の奇跡と一応一緒だっていうことで、こちら買いました。結構ね、ほらこの勝負服といったらっていう、もうね、やっぱ園田競馬場で言ったら岩田パパか、小牧太志長っていうですね、やっぱあそこの2人はもうやっぱり有名だった、神扱いみたいな感じでしたね。で、やっぱり地方といったらね、笠松でアンカツさんなども知ったんですけどね。じゃあこの日限定ということで、こちら兵庫チャンピオンシップの一応同じモデルのゼッケンで、なんか素材も一緒みたいで、名称オーロラ11番ですね。もうね、タケさんなかったんですよ、もう売り切れ、すごいんですよね。ほら、重賞競争で実際に使用されたゼッケンを回収しということで、はい、ということでこんな感じでした。結構ね、やっぱりその日は人多くて、やっぱね、タケさんが強かった、水戸の王ですね。やっぱ、2着との差、なんと、6馬身差、もう逃げ切り勝ちということで、ね、すごかった。やっぱり、タケさん、もう強いなっていう、もう楽勝に逃げていったっていう感じでしたね。で、2着には、地方競馬で、ここすごいなと思って。で、3着がのりちゃんという形でしたね。はい、ということで。こんな感じでした。ね、また行ける機会あったら行ってみたいし、笠松とかも
有名なところなんで行ってみたいと思います。では閉めますね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとインスタグラム、ツイッター、サンデー、ウチナナブのフォローもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバイ。またね。動画見てくれて感謝です。今日から君もファミリーだ。この YouTube では毎週木曜日金曜日に競馬情報、その他くじ開封や旅レポ、おたかつなどもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長である美容さんによるメイク動画や綺麗になりますよメイク動画や今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again。 シャキーン。バイバイ。またね。バイバイ。